もともとねスキンケア発想って言ってもすごくミネラルのね肌に優しいっていう化粧品を展開しているブランドさんなので、はい、年を重ねる美顔を吹きとなるメイクアッププロデューサーのSHOKOです。皆さんこんにちは。今回は質問のね多い筆、それも手軽に買える値段でメイクブラシを紹介してほしいと言われていて、結構な期間が経ってるんですけども、いろいろね検証したりとかどうかなって言って納得いくものがなかなかなくて、皆さんにね紹介に至らなかったんですけど、今回ねちょっといろいろ見てこの中ではいいかなって思ったものを紹介していきたいと思います。皆さんメイクブラシにお悩みの方は是非とも最後まで見て参考にしていただければいいかなと思います。では早速いってみよう。まずロージーローザーさんの筆で、今回新しくねこちらの方が2つ発売しまして買ってきました。でこちらの方はマルチユースブラシ、フェイスブラシなんですけど、フェイスブラシプラスチークでもハイライトでもシェーディングでも使えるよと。この柔らかなねこのふわふわな肌触りがめちゃくちゃ良くて、でこの持ち手をねすごいこだわったらしいんですよ。人間工学に基づいてっていうことで、これ本当に安定して持ちやすいですよね。こうなるじゃない、鉛筆持ち平たくてよく考えられてるなって。でまたすごい柔らかいんですよ。でこれとロージーローザのマルチポイントブラシでポイントですね、これ638円なんですけども、でこの先端がすごいねしっかりピンポイントで描きやすいっていうことと、アイシャドウとか涙袋とかリップも OK だし、細かいところ全部ね、コンシーラーでも全然 OK だと思うんだけど、この先端にフィットするブラシ、使いやすそうっていうことでね。もともとロージーローザーさんって私すっごい動画の中で眉毛のね筆めちゃくちゃこれ出てくるんですけど、この太いのと細いのね、これはものすごい使えるし、生徒さんもね結構持ってる人が多くてこれ使いやすかった。これでロージーローザーさんの筆はいいんじゃなかろうかって言って、出るたびに何かチェックしてるんですけど、これはあんまり良くなかった。コンシーラーのね筆だったんですけど、これはなんかねちょっと使いづらかった。ただこっちとこっちブラシに名前が書いてないからちょっと分かんないんですけど、これ2つ多分セットで売ってたやつだと思うんだけど、こちらの涙袋とかにほんとこのフィット感がすっごい最高だったのと、このラインとか引く時にこのね腰がすごく使いやすくて、安いのに使いやすいっていうことで、私のメイクよくねこれ使ってます。ちょっと先端が細くなっててラメとかのねつける時にすごいいいんじゃないかなと思いまして、この辺は使っていくのはいいかなと。ね、これもコンシーラーとかアイシャドウとかもねいけるって言ってたんだけど、なかなかね2つついてると便利は便利じゃないですか。何本も足んなくてもいいからと思っておすすめしたいなと思ってたら、ちょっとなんか使いづらかったということで、エトボスさんからね新しく出たんですよ筆が、はい、こちらの方のアイシャドウの筆どうです。これね、これは値段的には2640円なんだけど、1本じゃなくてほら2本分ついてるじゃない。とにかくバームでもアイシャドウのね粉でも全然使えますっていうところで、はい、こちらのエトボスさんの筆なんですけども、エトボスはもともとねスキンケア発想って言ってもすごくミネラルのね肌に優しいっていう化粧品を展開してるブランドさんなので、やっぱりねこの筆もものすごい当たりが柔らかい。この先端の部分、こちらのねロージーローザーの筆に比べるとちょっと厚みがあるんだけど、先端はちょっと似てる感じなんですよ。ただ色の盛り方だったりとか柔らかさっていうのはすごくつけやすいっていうことで、こちらの方テクニックいらずで美しいね圧色を、とにかくムラなくねふわっとした時もこういう先端を使う時も OK ということで、次にね今回韓国の方のブラシ専門店ということで、アンシさん、発音がよくわかんないけどアンシさんって言ってオンラインの筆でね結構仲間内ですごく使いやすいよってヘアメイクの間でね聞いたので、ちょっと買ってみたんですよ。で今回買ってみたのがこちらの方はね、今すごい自分でよく使ってるやつなんですけど、リップ筆。結構ねリップ筆ってちょっと急いで入れたりとかするとね、こうやってすごい横からピン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 ってなったりとかしちゃってダメにすることとかないですか。でもこれねシャーペンみたいな、押したら出てくる、押したら引っ込むっていうねリップ筆、すごくね使いやすいんですよ。これ私愛用してるんですけども、結構気に入ってます。であと面白かったのがこちらの方です。アンシブラシって言って、こちらの方は28番の筆なんですけども、ピンポイントラメ用ブラシです。2100円なんですけど、これねイタチの毛を使用していて平たくてとんがってるのが特徴。このイタチの毛っていうのは肌にね密着した時にのせると刺激が少ないし、もう本当にねちょっとこうリキッドでも開けるし、ラメ、私たちの年代でねラメがブワッとついちゃうと本当にシワに入り込んだりとかねして大変だったりとかするので、このピンポイントポイントでね、ちょっと行きたい時とかにもうめちゃくちゃ本当にこれ一撃必殺、すごい名前ついてますね。ブラシのねサイト行って見てもらいたいんですけど、1個ずつに筆の使い方の動画がついてるんですよ。メイクの筆って本当にねいろんな形があって、なかなかどうやって使っていいかわからないでしょ。でもどうやって使っていいかわからない人のためにきちんとね、この筆だったらこう使えますよっていうことをねちゃんとサイトにね載っていて、すっごいよくできてるというか本当に親切だなと思った。はい、でまた動物の毛でこれぐらいの値段ってなかなか手にやっぱり入らないのに、すごくなんでこんなに安いんだろうって思うような筆が多かったのでびっくりしてます。あとはい、こちらの方です。こちらの方は眉毛用のコンシーラーブラシということで308番の色で980円。やっぱり結構私今ね生徒さんに眉毛のね描き方とかやってる時に眉毛の上下がずれてる方が非常に多くて、そうするとねこのね産毛だったりっていう時にちょっとコンシーラーで隠したりとかねしなきゃいけない人が最近多いなって思って、でなかなかやっぱりね筆とかも持ってない方がいらっしゃって、綿棒とかでもねやるんですけどなかなかうまくいかないということで筆を探してたんですね。そしたらこれ980円で、眉毛の剃った時のねちょっと青くなってたりとか産毛があってっていう時にすごく使いやすいで、特によく海外の YouTuber さんとかもねこうやって眉毛を囲ってすごい形きれいにする時にコンシーラーギュッて描いたりするじゃない。あの時に使える筆ですね。お顔に立体感が出てすごくきれいになってくるんですね。はい、次にこちらの方です。これは涙袋専用のブラシということで、リス毛をね使用して、リス毛って結構なねこの毛質が非常に柔らかくて、アイシャドウをね自然にぼかしたりとか影を作る時にすごくいいと言われてるんですけど、これ1880円、すごくないですか。こちらの方もねあったんだけど、こっちちょっと先端があるじゃない、もうちょっとこう丸くなっていて、すごくねふわっと涙袋を作る時のこの形がぴったりちょうどいい太さ、一撃で作れるものが多いんだなっていうことで、アンシさんのブラシお値段以上のものかなと思って、これがアンシさんで買ってよかったなと思うものです。あと最近すごい口紅でね、これも YouTube でもちょっと紹介したんですけど、リリミューのリップブラシです。濃い色をねトン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 って使うとめちゃくちゃ綺麗に今風な輪郭がねちょっとボケてて可愛い感じのね口紅が仕上がるってことで、こちらの筆出やすくて手に入れやすい。分かりますかね、丸いんじゃなくてここ平たいんですけどね、トン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 ってつけると本当に可愛い。で次は100円ショップでねちょっと見てきたんですけども、こちらのブラシなんですが、ダイソー産業のアイデイトグリッター用のブラシ。こちらもさっきのねふわふわしてるのにちょっと近いんですけども、これもピンポイントでラメがのせれる、ピンポイントってもちょっと太いからねピンポイントではないけど、ちょっとポイント的に使うのは使いやすい。でこれ東京ガールズコレクションのコラボ商品で出てきた筆です。なので100円のクオリティだとすっごいねうまげっていうことで肌触りも良くてぴったりねつきやすくて、すごくそれ本当に100円でいいのっていう感じの筆でした。はい、あと同じ、ダイソー産業さんの眉頭のぼかし用と眉尻用ということで、こちらの方も100円でかなり使えるかなって思う状態ですが、これねやっぱ薄いのでちょっとテクニックがいる感じです。これだったら逆にねロージーローザーさんだとここの部分の厚みが太いから、この当てた時にビタッとねした時にそんなに毛数が多くなくてもいいけど、大きいもので細いと本当に柔らかくね動かしていかないといけないから、少しテクニックがいる。ただ100円でこんなに2つもついててっていうんだったら、ちっちゃいチップついてる眉毛用のねものを使うよりはこのぐらいの大きさの方が使いやすいので、このちっちゃい付属品を使うんだったらこっちの方がいいし、もうちょっとテクニックが楽になるんだったらこっちのねロージーローザーさんの方がいいかなっていう感じですね。はい、でこちらの方、これアイシャドウのブラシ、これ涙袋の影用って書いてあったんですけど、どっちかというと私はアイラインをぼかすとかに使うんだったらものすごく使いやすいかなと思います。ナイロンだけどねこれが100円なんてって思う感じなので、ぼかすって言っててもねそのグラデーションにするってなってくると、やっぱり少しお値段ある筆の方がグラデーションのテクニックってすごく楽なんですよ。でもちょっとだけ何かをするっていうんだったら綿棒を使うよりはこちらの方がぼかしやすいしっていうことになってくると、ね値段的にびっくりするくらい、昔こんなにちゃんとしてなかったよね。100円ショップの筆って本当になんか「んん？」って思うの多かったんですけど、なんか今ねだいぶ違ってきてるんだなって言って思いました。いろいろ見つけてみるのもいいかなと思います。100円ショップにいろんなの並んでるからね、いいんだか悪いんだかっていう筆もいっぱい並んでるじゃない。なので何を用途にしてるかっていうので失敗しない100円ショップのブラシの選び方は、本当に細かいところとかちょっと柄の長さとか、だからこうどちらかというと付属についてるものより使いやすくしたいなって思う時にまずそれを使ってみて、でそこから自分の中でもっと綺麗にグラデーションつきたいなとか発色が良くしたいなって思うんだったら、その筆をちょっとレベルアップしていくっていうのもいいと思います。だから私たちがプロで使ってる筆っていうのは本当に値段がねすっごい高いものが多いんですけども、やっぱりお手入れとかねすごくちゃんとしないとあっという間にね逆にダメになっちゃったりするものも多かったりするし、使い方のテクニックがないと宝の持ち腐れみたいになっちゃったりするから、まずはね皆さんお手入れが楽、洗った時にもパサパサならないとか、お手入れが楽なもので自分のね技術が早く進むっていうところで選んでいただけるといいのかなと思います。はい、まあそれをちょっと使ってねやっていきたいと思うんだけど、はい、涙袋の作り方、こちらのアイシーの21番。はい、ちょっとぷっくり涙袋、あっという間に作れちゃいました。はい、アイシーのこちらの一撃必殺ピンポイントラメ用のブラシっていうことで、こういうねちょっと白とキラキラっと光るアイシャドウとかをちょっとねつけます。なんとなくこうね細かいパールが入ってる涙袋にした上にちょっと大きめのラメを真ん中だけキランとさせると、目をねパチパチした時にちょっとうるっとした目になるので色っぽい目になりますね。ちょっと直したい時、フェイストパウダーでもね少しちょっとねクマが目立ってきたなと思う時にぐるっと。はい、ちょっとさっと塗るだけでさらっとした肌が出来上がります。はい、同じ涙袋でもこちらのロージーローザので少しとが出てちっちゃいような感じのものは、今度はこっちの少し影の色を入れていきます。少し下げてあげて、この際ギリギリ、色をのせていきます。で、アンダーライン。さらにこちらの、これは100円のショップで買ったね、少しパレットの中の一番濃い色をもっと際の部分、まつげとまつげの間にもうちょっと深く入れる。はい、リップ筆つけて中心につけていきます。色が変わってきてるの分かります？こういうね筆の使い方すると派手な色あるじゃない。ちょっと自分には派手だったかもしれないなって色だったり、真っ赤っていうのは恥ずかしくてなかなかつけれないっていう方は筆に取ってポンポンして、残ったのをちょっと、ね、リップラインを描いてあげるだけで一気に馴染む自然なねマットな口紅がねすごく綺麗につきます。こんな感じ。はい、今回はすごくリーズナブルに手に入る筆の紹介させていただきました。またね、本当に筆もね、いろんな用途があるものがあったりとか、値段も本当にピンからキリまでっていうことであるんですけども、まず自分が指でやってみて、あ、筆があった方がやりやすいかもって思ったら、そちらの方へちょっとずつ揃えておく方がいいかなと思います。セットでガーンと売ってるものもあるんですけど、セットだとねいいものと使わないものも結構たくさんあるので、はい、自分のラインがね少しぼかした方がいいかなって思うんだったら細いものとか、なんかふわっといきたいんだなだったら柔らかくてちょっと面積の大きいものとか、チークとかだったらね自分の入る幅、あんまり大きすぎるとねすぐチークバーってなっちゃったりとかねしやすいじゃないですか。だからまず自分のなりたいお顔をちょっと練習してみて、足りないなって思うものから揃えていくのがおすすめとなっております。はい、またね本当に侮れないものもあったりするので、まずねそちらの方からちょっとやってみて、必ずテクニックが上がってくるってね、もうちょっと道具良いものを購入したくなったりとか揃えたくなってきたりするんですよ。だんだんなってきた時に初めてちょっと高いかもしれないけどっていう時に「えい!」みたいな何かあった時にご褒美的に買うっていうのは私的にはありです。はい、ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。私はねこういう筆がね使いやすかったですよとかで使ってみていまいちねまだうまく使えませんとかっていうご意見がありましたらコメント欄に書いといていただけると、またどうやってうまく使えるのかっていうことをねまた動画にして皆さんにお伝えしていけるといいかなと思います。はい、ではでは皆さん一緒にね綺麗になっていきましょうね。はい、ではピックアップコメントコーナー。はい、ピックアップコメントコーナー、いつもコメントありがとうございます。皆さんのコメントを見ていい動画にしようと思って頑張ってますので、ぜひともコメントしてください。タカさん、いつも楽しく拝見しています。SHOKOさん、またまた質問させてください。今年は嬉しいことに長い夏休みが取れました。よかったね、嬉しいね。毎朝7時頃から1時間半ウォーキングをしています。素晴らしい。スキンケア&プラス日焼け止めしっかり塗って、帰宅後はシャワーで汗を流し顔も洗います。いつもより顔を洗うことが多くなっていますが、その時に気をつけることありますか？化粧水はたっぷり塗っているんですが、あまり洗顔しすぎは良くないのではと思ったりして、50代の私の肌には良いのかなと悩んでいます。教えてくださいということで、まあしょうがないよね。しっかりシャワー浴びて汗流してっていうことだったら、一回ね日焼け止めもしっかりとって、でそこからきっちり少し丁寧に化粧水、乳液っていうスキンケアをなるべくねこう優しく優しくやってあげれば問題はないかなと思います。私も50過ぎの肌ですが、 YouTube 撮る時に何回もね落としたりとかしております。顔もいっぱい洗ってます。だから皆さんよりものすごく洗って落としてる回数すごく多いと思うんですけども、やっぱりねスキンケア、ね、なるべく優しくね丁寧にするっていうのを心がけてると、どちらかというと肌が綺麗になっておりますので問題はないかなと思います。でも1時間半歩いてる方がすごく新陳代謝になってね、筋力もついてくるから絶対若返りになっていくと思うので、ものすごいいい習慣だと思います。どんどんね続けていただけるといいかな。あと紫外線浴びちゃったりするので、しっかりねビタミン B1、B2、B6、しっかり食べて、体の中側からもしっかりケアをしていただけるといいかなと思います。またこちらのケアの仕方はね、SHOKOのビビッドな日常ということでもう一つのチャンネルで皆さんにねお伝えしているので、また参考にしてみてください。今日もコメントありがとうございました。はい、皆さんもねどんどん体の中からも外からも綺麗になっていきましょう。では次の動画でお待ちしてます。